どうしようです、スプラトゥーン毎度ということでね、やっていかせてもらうと思います。あれやねん、それ毎度で、何がなんかおったな、あなんかおったやろ、芸能人が、芸人かなんかで、これね、今回は52ガロンデコを久しぶりに使ってみたという動画で、ガチエリアでストリークやんけよ、それ。まあね、もずく農園と今回、タチバックパーキングあるんですけどね。何言うとんねん、ほんまに。何がやん、タチバやん。どタチバちゃんこれ、通称。ちゃん。知らんけど、ちゃん、知らんから俺、まず。え何やん、タチバックパーキングって。何言うとんねん、お前、ほんま、しょうもないこと言うな、ほんま。お前が言っちゃうし、お前。あきやけどな、この動画の品下げたお前やぞ。ほんまに、しょうがないこと言うな、ほんまに。いや、お前、繰り返すな、ほんまに。繰り返すな、ほんまに。どうなったら知らんぞ、ほんまに。繰り返すな。ほんまに、その過ちをよ。ほんまに。過ちをよ、やったことないから、ね。繰り返すの、それが考えただけにしょうがない。なんか面白くないし。繰り返すの、考えただから意味わからへんしな。まあ、リクエストあったんでね、52ガロンデコ使ってみてくださいと。なかったよ、そのリクエスト。やったで、ほんまに。俺、ツイッターに本。立ち回り見せてくださいと。見せましょう。52ガロンデコの。立ち回りですけど、52ガロンデコの。立ち寄パーキング？このね、まあ、簡単に言うとね、立ち回りっていうのはね、立って回ることやろ、立ち回りっていうのは。うわっ、ごっつ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 やん。うわっ、え攻めるな、ごっつ攻めるやん。ああとにかく、ごっつ攻めていったの。コツはね、攻めて攻めて攻めまくる。あれで1キルしてへん。簡単にゴブリン突撃部隊なんですよ、気持ちで言ったら。遊戯王のね。簡単に言っとんかな、それ。攻撃力2300、守備力0。もういらないんで、守備力。もうずっと突っ込むんや。攻撃全振りいく。突っ込むやだ。そう。えおった。やばい。カーブ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 。チェイスボム操作な。どこおる、どこおる。おった。うわ、そっち。惜しい。やばい、クイックや。クイックしちゃう。くぞ。あー、おっしゃー、オッケ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 ー。まあ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 。まずいぞ、これ。全然全然、今まで馴染んできたから、体に。全然問題ないけ。全然問題ないたら、全然関係ないたら。ないからな。え？絶対違うやん、しかも。うっと、お前、おい、お前、やばいぞ、これ。いや、だい攻め、攻めロリゲロちゃんにやられてもやろ、ロリゲロちゃんに。攻めの姿勢大事だね、ほんまに。一番大事な攻めの姿勢。この52ガロンデコで一番大事なのは、守りに入らへんってこと。攻め続ける。いや、めっちゃ多いやん。まずいな、これ。ちょっと、自分の領土を取り戻さな。おろおろおろ。焼け来た。あーっ、もういいよ、大丈夫、いやでも、攻め込まれてん、やられてもと。いやでも、攻め込まれてんねん、メリンゴ。向こうもやっぱ、その、メリンゴールやん。足踏みしようからな、さっきの。メリンゴロ、メリンゴーランの。もう何回も繰り返すの、ほんま、しょうがない、ほんま。メリンゴーランの。あ俺、あれロリゲロ、ロリゲロ。あざす。オッケー、右出し打ち。オッケー。右出し打ち知らんの。見下ろし打ちじゃない。右出し打ちやで。俺、右出したもん。全員。そう。仲間を見下してんの。え仲間よ。呼吸下ろし打ち見せようかな、次。手で呼吸下ろしながら行く。全然呼吸下ろしてへんやないか。見上げてもたやんけ、お前。ローラーやから危険やぞ。あれ何取ってへんの。もう取られたんか。もう一個取られたやん。おおおお、いくねー、いきますねー。おろろろろ、来た、あかん、あー、あー、そこでか、そこで脱落するか。デイジー、おい、デイジーにやられる。あ、マリオの世界おらんかい、ずっとお前。出たの、デイジーも。いや、まだわからんぞ。いや、まずいぞ、まずいぞ、あいつやられた、まずいぞ。死に許すな。あったい、ローランやられすぎやな。いや、ローラン、あれやな、範囲攻撃やばい、まずい。もうなかなかにシビやな。やられた、3人やられて、突破されて。なかなかにシビ攻撃持っとるな、ローラン。取られるぞ、これ。あ、まだおるわ、一人強いやつ多分おる、あそこに。守ってくれと。いや、強い弱い関係ない、関係あるやろ、大丈夫。そんなこと、お前やばいって、ローラン。ローラーマジかよ、あれ。ロリゲロ。ほんまに。なんだロリゲロって、ロリゲロトップスけ。ロリゲロトップス、ほんまやばいな、ほんま。ロリゲロトップスって。ロリゲロトップス、ほんまやばいぞ、あいつ。おぉ見て。すげえ、この状況が取った。攻めやもん、だから。
前向いとうかな。お前みたいに下向いてへん。俺も下向いてへん、別に。上向いていこう。え？止められ、止められた。歩こう、もう少し。走ろう、あと2秒。てれれ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 れ時間的にはもうまずいぞ、攻めな、ほんまに。見て、時間。取ってんのこれ今。取ってへんの、だから。だから言うたんや。いったそこでやられたらあかんやしかも。あてー終わったー。あてー最後。うわーやばいや、わからんわからんまだ。最後わからんかったのに。くそーおっあっそっ早いな、延長は。まあまあ、ええわ。完全に呆然としとったな。ローラーに。最後だから。タングローラー一瞬。見とったろ。ロンリーロンリーやな、さっきの。やめて。ほんまに。どうだっけ、ほんまに。せなかった。いや。まだ俺ほんまに。息巻いとうとこれ。ローラローラ、切なくて。顔ほんまやばいな、ほんま。オッケーオッケーオッケー。そんな気持ち？うん。まあ、この立場は結構ね、まあ、ガロンネック正直向いてないんですよ、正直ね。でもそこでもまあまあ、リクエストされたから。ここで果敢に攻める。まあ、でも掴んだ、こっちさっきで。ほんまガロンネコで。うん。ポイントはやっぱ、ジャンプ攻撃ですね。ああ、結局は。ジャンプ攻撃。ジャンプしながら攻撃することがやっぱ必須です。必須ですね、もう。それがね。好きな名前をどうぞ。あとはまあ、正確に当てればまあ、弾数2、3発で隙間やな。決めれるんだよ、大体。君は隙間や。もうチェイスモードが使いづらいわな、この場所的にはちょっと。翡翠？チェイスが。おぉ。ああ、スペルシューターコラボ2人。なるほど。攻撃が出ん。面白い。見させてもらおうか。何を見させてもらおう。俺が見させてもらおう。もうそのなんか一回で掴んだという立ち回り来たぞ。一人倒してくれたぞ。オッケー。おったおった、めっちゃ早い。ハブロめっちゃ早かったな。なんか果敢に攻めれねえ。上から上、上おるぞ。オッケー。うわさっきとは短いような動き。届かへんよ全く。別に空中の空中からのラック攻撃が使ってへんやな。ラック攻撃？やったやん。なんかそれ来た。はいはい。まだローラー上げ。いやーまあそういう時もあるから確保した。でも確保一回することは大事、うん、これは攻め気。そう攻めの姿勢。相手の陣形崩す。ほんまにどんな陣形でも一個肩が崩れたら終わりの時あるから。ほんまにまあそらな。うん。おー右来たぞ。来た来た来た。あいつをあいつを忍びで倒せ。あ、オッケーオッケー、前へ出て。まあ、しゃあないよ、さっきの。さっきの割り込んだ。あー、いけだったぞ、あれ。オッケー、割り込んでしょ、一番あかんから、ほんまに。俺、割り込んで電車の出るやつ一番嫌いだから、ほんまに。よっから、あー、もう無理やり飲んで。あれ、そういうことや。いや、しゃあないよ、そんなの。いやいや、あれはもうあかんわ、ほんまに。いや、俺もできるだけしたくはないけど、うん、それはもうあれやろ、その部活とかで最後遅れて、もう、間に合わへんから、それが、その電車しかないじゃん、行くやろ。オッケー捜査で、負けとくよな、今。いや、あいつだからボスなんやって、ほんまに。だから今、一面のボス。一面、うん倒せることで、どんどん強くなれるから。ほんまに。じゃあもう強くなったはずです。でも最初は一番強かったけどな、今見とったけど。2体倒したんやから、最初で。何すんの？お！強くなったってことは3体倒すってことやな、これ。それが強さやろ。それが取るってことやな、あっちのエリアを。取れるかな？あか、逃げられた。来たよ。そっちを倒した方がいい。やばい、やばい！射程広い！めーっちゃ射程広いな。沈め！スパッシュスパッシュ危ない。やり。オッケー。ラケットやん。いやまあまあやるな。一面のボスしか復活してもどうやん。あれ2面。今。え？二面。で同じやん一面名前のボス。お前アホやなほんまお前。ほんまに。ほんまバカやな。うーわー。ほら。もったいなさっきの。あれあれ。俺負けやんけよ。二面の中ボスやわ。なんで中ボスなんで。さっきボスやったん。いやだからあれやな、いきなりやしたら2面ともやられてんの俺もう。ほんまに最初エリアは復帰しましたね今。やばいやばいやばい。ここで終わってええんか。痛い。弱すぎやぞ。やばいぞ。雪っちやん、雪っちおるやん。やばいぞこれ。ボロ負けにも程かるやろ。
いや結構まああれやけどな、シビアに戦ったけど、もうどん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 弱なっていったな。ああおい、まあでも楽しんだもん勝ち。それ言っても何もかもないやろ。何やろ、いついいやん、俺買い取った楽しんだもん言ったか初め、俺マサさん言った、俺あの絶対勝ちますなんか言った、ほんまに。え、でもそんなあれやって、まだ勝つことでしか視聴者稼げへんような雑魚と一緒すんな俺よ、ほんまに。お前そんなやつになりたい、かっこよかそれ。かっこよくありません。うん、ほんまにやめて、そういうのほんまに。俺そのレベルじゃないからマサさん、ほんま。うまくしか人を呼べへんとか、そんな雑魚をせえへん。じゃないじゃないじゃない、見せるプレイ、うん、そう見せる。魅了するプレイやから、はっきり言っても。飛んでいく、さっきの人が見た今。さっき名前一応あったからな。よく見たらな。なんで名前一枚あったで、さっき俺。まあ、あったな。うん。それが、そういうこと。そういうこと。結局。だから、俺言ったら、調子どんどん上げていくから。今、知り上がりやから。うん。知り上がりやから、ほんまに。あ、もずくや。うん。変わった。知り上がり、ほんまちゃうから、やっぱり。まあ、どんな知り上がりやか見せてもらおうか。どんどん来るで、ほんまに。どんだけ傷が上がってきたのか見せてもらおう、俺も。あ、これ、チャージ二人か。手厚い関係やな。やりやすいな、チャージ二人。チャージ二人の立ち回り見せるわ、今から。チャージは二人の時の。おるぞおるぞ。スプリンクルでダミー張ったんや。いや、チラおるやんけ、おるやんけ、おるやんけ、左来たん。うわ、これやばい。囲まれとる。あかん、後ろだろ、前から両方。まあ、これだから、踊り作戦みたいなのがあるな。トッキーさんやばいな。あれ、踊りやった。踊り。二人引き付けたやつ、うん、だけ。そうそうそう。小圧感。小圧感やな、俺持っとうからな、小圧感。マジで二人引き付けた。おる。見えた。いや、痛いー。3人引きやろ。ああ、3人やな、今の。ジョアスコン。ジョアスコン。見てほら。ほんま、やばいな。だから相手も俺という、あれやん。あ、そのきっちり下のやつも見とんやん。そう、陽動部隊がマップ見とんから。やばいな。引きつける役割を担ったやん。何人今回引きつけるんかな。おぉ、はい、一匹目。一匹足から。二匹二匹目。おるぞ、上おるぞ。うわ。やられた。どっからか、来た。うわぁ、ははぁ、トキさんやばいな。トッキーさんいたら、しゃべくりセブンの得意やんか。トキさんいたら。トキさん。まあ、しつこくだ、右が行くから。お相手は右意識したら終わりになる。で、いたって時左が行くってね。ああ、そうなの、かくらん。そう、おるやん。意識させとくって、こう、ずっと。常に。こっちにいるんですよ、と。そう、これ、人にちゃうかと。ああ、おるやん。え？どこ行った？お、来た。来てます。オッケー！使おう。あ、でも取れねえぞ、それ。あいつだ！いやー！オッケー、箱、買った。これがあり、狙えと。狙え。もう、最後だ。そう。はい、完封。やばっ！これがね、攻めろ。これが右サイドからの駆け上がり。これは尻上がりで。ね、ちゃうだろ。これは右サイドの駆け上がりってやつ。ほんまに。尻上がりでもあるんじゃない？いや、尻上がりじゃない。昨夜も使ってないから。使ってんの？うん。3回目は。うん。入ってへんの？まだ入ってない。かかってへんの？これ、ただの普通。これ、スロースターターでここやから。さっきのが右サイドが駆け上がれるテクニック、ぜひ覚えとってほしいですね。右サイドパネロ、右サイドで攻めるっていうね。で、最後残った俺、左サイド。そう。あ、すげえな、ほんま。そういうことね。気が見えたかな。はい、じゃあ今回はこれで52からね。まあまあ最後ね、一つテクニック、大きなテクニック見せましたけど、まだまだ言ってもあるんでね、非奥義みたいなの。まあ、非奥義。それ全部話してたら、ほんますごい時間になるんでね、今回、このぐらいにして。まあ、リクエストあればまたね、奥義をやりますけど、まあ、武器ごとに、違いますが、立ち回りって。違う！今回は、52ガロンでこの右サイドの、立ち上がりね。駆け上がり？もう、勝ってよかったやん、もう。もう全然本人は覚えてんやん。終わりました、ありがとうございました。明日